ということで、はい、はい、改めましてこんばんは。ですね、すいません、ツイキャスの方がですねちょっとうまく乗らないので、ニコ生とショールームは PC から発信しまして、他はですね、まあちょっと何とかしております。はい、よろしくお願いしますということで、はい、ですね、おそらくオープンレックもですね、出てないかと思いますんで、まあ今日はですね、ちょっと、いつもと違う感じでですね、配信を開始したいと思います。よろしくお願いしますということで、はい、あかりさんこんばんは。なんとか笑い、そうですね、なんとか言ってる感じですね。江戸さんこんばんは。はい、いつもありがとうございますということでですね、まあ、ちょっと私もちょっと咳込み気味なんで、まあどうしようかなと実は思ってたところなんですけど、そしてですね、どうも外に出るとですね、このパソコンの調子がね、あまりよろしくないのか、まあ、回線の問題のような気がするんですけどね、これ CPU の稼働率はそんな高くないんでね、うん、だからまあ多分と思うんですけどね、はい、回線が耐えられないのかなと思って、あ、そうですね、ですね、ショールームの方は音楽流れてるんですけど、ツイキャスの方は音楽流れておりません。はい。ということでね、よろしくお願いします。ということで。まあ、今日火曜ラスベンスなんですけどね。ちょっとですね、時々咳込みますんでね、ちょっとご了承くださいね。なんかですね、こう、なんていうのかな。湿った咳が出るんですね。空咳じゃないんですけどね。はい、って感じで、ちょっと時々ね、ゲホンゲホンと来てしまいますけどね、まあ、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますけど、よろしくお願いしますということで、はい、あ、やっと38度まで下がりましたってことで、ああ、よかったよかったよかった、ね、いや、本当ね、ちょっと心配でしたよ。ってことで、すいません、ニコ生と、なんだ、ショールが OK ですね。オープンレックもちょっと不安定でして、ツイキャスは多分別端末で配信しているんで大丈夫だと思います。YouTube はね、後で再配信しますんで、まあ問題ないかなと思いますんで、はい。ということでよろしくお願いしますということで、ちょっとオープンレックがブツブツですね。いやーって感じで、まあ、なんとかね、途中からうまくね乗ってくればいいんですがという感じでございます。よろしくお願いします。ああ、ダメだね。落ちちゃうね。まあいいや。はい。ということで、いきます。はい。あ、コメントはね、拾えますからね。うん。MH さん、こんばんは。はい、いつもありがとうございます。ということで。はい。うん。そうね。ということで。おぉ。いや、ね。変な咳が出るんですよ。まあ、タンを切ればね、そんなに問題ではないんですけど、って感じでね、やっていこうかと思います。今日何しようかなと思ってたんですけど、まあ、いろいろね、考えてあげたんですよね。目の関係をやろうかなと思って、緑内障とかですね、流行り目とかですね、加齢黄斑変性とかね、ちょっとまあ考えてたんですけども、はい、あ、黒木さんこんばんは。ラ、挨拶はラということで、こんばんは。はい。すいません、今日はちょっとツイキャスは全くBGM もなく、ただ私のお聞き苦しい、お聞き苦しい声ばかりでね、ということで、やっていきたいと思います。はい。まあ、そんなこともありますよね。多分おそらくね、あれなんです。ね、回線がね、さすがに自宅と違うので、ま、耐えられないんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたら 5G で飛ばしたらいけるのかなとかね、まあ、思うんですけど、かえって固定物の方が難しいのかなって思ったりします。はい、ってことでですね、今日何やりましょうかね。ラスペースなんで、普段はね、まあ、感染症系をやるんです、火曜日は大体。で、まあ、ただね、
国内省もな。まあ、これはすいません。じゃあちゃんと資料がね、画像に出せるときにやりますんでね、今日は適当に雑談しておきます。はい、ということでよろしくお願いします。あ、ダメだな、本当な。すいません、オープンレックちょっと大きい、嬉しいんで後から再アップしますんで、ね、よろしくお願いします。この番組はん、どうしたどうした。はい、この番組はラスカル製薬、ラスカル鉄道、ラスカルラーメン、久屋大黒堂、よくわかんないな、の以上の提供でお送りします。なんで最後だけ地の薬なんだよくわかんない。はい、ってことでですね、やっていきます。ね、今日はあれですね、見てらっしゃる方がね、まあ比較的少なめなんでね、まあいいかな。あ、ティンガも入れておくの忘れたって。いや、ティンガいらないからね。はい、はい、最後以外本当だよね。いや、会社じゃないからね。はい、ということでこれね、結構ね、環境調整したんですけどね、なかなかね、うまくいかんのですよ。はい、ということでちょっと待ってくださいね。よし。おう、大変失礼しました。もうね、今日本当何やろうかな。なんかリクエストあります？なんか今日はなんかちょっと思いつかないですよね。なんか頭真っ白になってて、はいって感じでございまして、はい、ちょっと YouTube 始めてみようかな、一応ね。なんかオープンレックもね、全然ちょっといかないみたいなんで、まあつながったりつながらなかったりって感じなので、まあちょっと今日はね、聞ける状態じゃないと思いますんで、一応まあね、やっていく感じですけど、はい、ティンガーね、リクエストは字について、あ、字について、字についてか。あのね、衝撃あんま強くないけど、まあいきますか、じゃあね。そうなんです、実はね、あんまりね、まあ得意じゃないって言ってもね、まあ分かんないわけじゃないですけどね。脳外科手術についても入れたいです。なんでおっしゃってましたよね。昨日ね。まあそれもね、ちょっとすいません、脳外科のやつはね、資料を自分で準備しながらね、自分もちょっと勉強しないと配信できないんで、あんまり適当なこと言えませんからね。そう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 。まあね、字についてはですね、まあ私が一番困ってますよ。まあでもね、あんまり悪化もしてないんですよね、ずっとね。一人暮らしだと、うんこの量と色を確認してしまう。ああ、まあね。まあ見ますよね。なんだろう。まあ習慣的に見ますかね。うんこの色と量ぐらいはね。まあさすがにね、こう、中身こうね、広げてみたりはしませんけどね。なんか、寄生虫いるかなとかね。それはやりませんけどね。はい。ってことでね、やっていきたいと思います。はい、検便で、鮮血反応出たら半分は痔と聞いたのですが、大体そうですね。とりあえずやりますよ、内視鏡は念のため。なんかちゃいけませんからね。ただまあ鮮血ほぼほぼ、まあ男性の場合はね、ほぼほぼ鮮血まあやりますよ、もちろん大腸内視鏡やりますけど、まあほぼほぼ問題はないですね。まあでも念のためやっといた方がいいですよ。はい。あ、ハンワクチンの話ね。ほうほうほう。はい。小児のワクチンの忌避について、親が拒否するって本当あるの？ありますよ。まあね、まだ、医者に相談してくれる方っていうのは、まあ、忌避と言いながらもまだ前向きなんですけれども、もう話題すら出さない方っていますよね。
で、まあ、コロナのワクチンどうされますかとかってね、聞くとね、まあ、そこで初めてこう話題が出てくる感じってことありますよ。はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。なかなかね、ちょっとコメントがね、拾いにくいんだね。その方利用して反ワクチン進める人および本人の名誉を毀損するツイートするアカウントについては厳正に対処していただきたいです。いや、本当だよね。それはある。手術全般、全麻だと人工呼吸器、避けられませんねよね。まあそうですね。全身麻酔だと人工呼吸器はちょっと避けるの無理ですね。自発呼吸を落としちゃいますから、ほぼほぼね。ただ全身麻酔でも、まあでも危ないからな。段ボールに詰めた資料を研修室から引き上げて、部屋が段ボールで、なるほどね。なつさんこんばんは。明日朝一、温泉どこ待ち合わせ？やっていきませんから。だから実際ね、あれですよ。結構だからその中学生、まあだから高校生はね、まあ結構自分で行くんですよ。だけど、まあ中学生って、こうどうしてもお母さんの意向強いですよね。お父さんお母さんの意向強いですね。で、そうすると、その親御さんが、まあ忌避されてるとですね、まあ全然、まあ話題すら出ない。って感じですね。だからまあ、一応ね、まあ、この流れは多分、やらない流れだろうなっていう感じで分かるわけですよね、もうね、なんか感触で。大体もう今時期ですから、最初にね、受ける気でいればね、受けても大丈夫ですよねとか、受けて大丈夫ですかねとか質問来るんですけど、まあ大体それがないとですね、まあこちらから伺うんですけど、まあ大体嫌な予感的中みたいな感じで、どうしようみたいな感じになりますけど、ただ、なんていうのかな、まあ、何歳かな、私、まあ、小児科医ではありますけれど、どちらかっていうと、こう、比率が、なんていうのかな、まあ、完全な、こう、健常なお子さんよりも、どこかしらちょっとね、障害持たれてるお子さんの方が、私、こう、持ってる比率高いんですよね。だから、やっぱり、接種率は高いですよ。私のところは。眠いので寝まするということで。おやすみなさい。吐き気？あ、眠気ね。そっかそっかそっか。吐いてしまった？あら。大丈夫？気をつけてください。ちょっとね、うがいとかされてきてはどうでしょうかという感じでね。まあね、熱がね、高かったですからね。まあちょっとあんまり無理はされないでくださいね。本当にね。ということで、改めまして皆さんこんばんは。すいません。今日はですね、ちょっと、本当ですよね。お大事なさってくださいね、本当ね。入っちゃったってびっくりです。クリスピーさんこんばんは。ということで、まあちょっと最初がですね、やっぱりこううまくね、配信できなかったんでね、どうもですね、こう、うまくいかなかったのかなという感じです。うちは主治医が打ってないと言うし、最後まで逃げ回れたので、よそで受けました。まあね、その方がいいですよ。まあ、この世に、なんていうのかな、やっぱ責任取りたくない医者っていますからね。まあ、結局、まあ、周りがどう捉えてるかは知らないですけどね、接種 OK 出した主治医がいて、
ね、それで、接種して、もし副反応が起きた場合って、もうなんだかんだ言って、どういうふうなことが起きても、結果として、副反応救済制度対象になるんで、それがちょっと嫌なのかな。公立なんだけど、8月末で転勤になりましたな。おう、8月末で転勤。まだ珍しい。たまにありますけどね、8月転勤ね。9月からってやつですよね。中硬膜動脈、モデルナで切れて出血するなんて症例聞いたことあります？なくはないですね。なくはない感じですね。ただ、予想される副反応の中には入ってないです。入ってないけど、ないとは言えないかな。副反応救済制度、様々です。要するに、今回の場合は特に、普通はだから因果関係しっかり突き止めていくんですけど、今回の場合かなり認定緩いですよ。副反応救済制度の認定が緩くて、もしかしたらこれ因果関係あるかな、ないかな、ちょっとあるかなぐらいの状態で出ますね。副反応救済制度、今回は出てますね。ワクチン打ってない場合はオフィスに来ちゃダメ。打ってない人は在宅勤務でよろしくと、ついに出ました。そうでしょうね。そうだね。思いっきりね。そうだね。吐いた方がいいと思う。報告バイアスすごそう。そうね。国が調べてもどうせ不明で落とされるだろうねって、そうなんですよ。で、やっぱりね、なんていうのかな。想定されるのってある程度あるんですよ。で、実際にその診断をして、これはそうかもなっていう。ただ、おそらくその方に何かしらのね、原因はあるんですよ。だから、この方は本当は打っちゃいけなかったんだなっていう方っているんですよね。で、そういう方で激しい副反応が起きた場合っていうのは、今回は救済制度になってますね。あら、吐いたら民剤の味がする。苦いなぁ。本当大事にね。こんばんは。いつもありがとうございます。そうね。結構ね、救済制度なあ。あら、本当。そう、今日出先です。すいませんね。ということで、ちょっとね、終えました。中まで行かれたんですね。お茶ありがとうございます。本当ですよ。本当にね、謝ることはないですよ。本当に本当に。いろいろ、ありますよ。ただ今回はね、すごく忌避されてる方は異常な忌避をされるので、もう何があって持たないっていう人もいるし、で、ある程度認めるっていうか、その周りの流れを見て、これ大丈夫だなと思われた方はね、やっぱり打たれてる傾向ありますよね。ていうか、相当数の方が打たれてて、これで危険だって言われちゃうと、ちょっともう何も言えないんですね、私もね。リチャさん、こんばんは。お茶中ありがとうございます。考えられますが、一応本人への名誉毀損の側面もあるので、方針は変えずにいきます。そうだね。本当だよね。実際ね、お察しですよね、本当にね。多いですよ。もうどっちかなんですよね。どうしてもね、だからね、今日、政府の出してる、内閣府のやってる YouTube のチャンネルっていうのがあるんですよ。このコロナのね。で、それの下の書き込みとかを見てると、本当にもう、なんていうのかな、もう、クソみたいな、
もうそんなことわざわざ書き込まなくていいのにっていう、なんかこうネガティブなね、書き込みがあるんですよ。なんかこう、本当にしょうがねえなっていう。事務所が法的措置取ると姿勢示すだけでも従業員守るんでしょうけど、あんまりひどくなればやるでしょうね。そうね。工作員じゃないと思うんですけど、なんかだからそのほら、安全性の問題っていうところで、ね、よく言うじゃないですか。例えば、妊娠に関することとかね。そういう機能不全が起きるみたいなこととかのね、いろんな噂とか、まあいろんなのがね、ありますけど、まあね。ミリさんこんばんは。お茶中ありがとうございます。まあ、どうせ共産と立憲のと、レ組の工作員だとは思いますよ。ものすごい量ありますよ。ヤフコメ工作員ばっかりでうんざり。そんな感じなんですね。怖い人は怖がる仲間が欲しいからな。そうなんですね。まあ、本当にもう、ああ、ああって感じですよ、見てて。本当にこう、なんていうのかな。ネットの世界って本当にこうね、きちんとこう正しい情報を精査する力がないと本当にやられちゃうなと思いますよね。タアカで一人で100書き込みぐらいぼっとしてるんでしょ。あり得るかな。なくはなさそうですよね。で、本当いますよね。ごもとみたいな人たちね。ごもとってね、中国のね、なんていうのかな。まあ、中国の工作員なんですけど、ごもとっていうのはですね、中国で犯罪を犯した人たちが、更生施設と言いましてですね、まあそういう、いわゆる、書き込みの工作員とか、ネットのこうなんかね、口コミの工作員とか、なんかそういうのになるんですよ。で、それでね、なんか、書き込んだ数だけなんかお金もらえるみたいなのがあるんですね。市の内方さん、こんばんは。ごもとです。こんばんは。ということで。自民党万歳。婚前は安倍万歳コメントばかり。まあね、それもな。ウォッソ使いに自動で余裕で。そうなんだ。UOSS って言うんですね。おお、なるほどね。そういうのがあるんですね。マクロ組めばできますよね。ID 変えてね。確かにできますね。こうやってニコにありがとうございます。まあ確かにできますよね。そっか、マクロ組むって方法があるか。そうだよね。そうだそうだ、マクロ組めばね、ババババババっていきますもんね。でもあれもな、ほんとな、嫌なもんだよね。まあほら、私もこう、あえて炎上させようと思ったら、本当に炎上させちゃって、こうなんかもう、ね、炎上させた自分もなんかもうなんか、ムカついて切れたことありましたけど、よく考えたら、ごもとだよな、とか。そうですね、昔の本当嵐の手法ですよね。いや、もう本当にね、なんだろう。まあ、わかるのにな、そんなことをやっててもっていうのは思いますね。まあ、わかると思ってやってれば、それはそれでまあ、なんですけどね。一個組んで、あと書き込みデータベース作り置きしとけば余裕かな。他の掲示板用のも作ればいいわけだし、そうですね。マクロか。なんかそれはちょっと思いつかなかったですね。まあ、基本的にまあもうほら、人間が悪なんで、悪いことしようと考えないんですよ。悪いことしようと考えなくても私悪ですから。もうあれですからね。悪く悪。悪悪悪。ね。自民党もネットサポーターなる、ネトウヨ工作集団がいるとか、そうなんですね。自民党にもいるんだね。嵐商法なんて、20年以上前から変わってない。なるほどね。悪ね。ゲスと対立してました。初見ですということで、こんばんは。
はい。まあ、全然いいんですよ。私のとこは全然どっちの意見で来ていただいてもいいんで、右でも左でも構わないんで。ただ、極左だけはちょっと潰したかもしれないですね。あんまりちょっともう左向きでもうなんかこう何言ってか分かんない人ってこうなんかもう、あれですからね。同じ日本語なんだけど、津軽弁となんか沖縄弁で喋ってるみたいな感じでも全然通じない感じになりますからね。津軽弁ってやっぱり沖縄の島言葉の会話のやりとりは最強ですよね、あれね。もう全然言葉が通じない。とりあえず両方日本語なんだけど、みたいなね。とことんおかしい人って左巻き多いですよね。まあね。私別に右じゃないですよ、正直言って。自分で言うのなんですけど、まあ、かなり私中道だと思いますよ。どちらかというと左じゃないですか、私も。結構私はですかね、考え方リベラル的ですよ。自分で思うのなんですけど。ルーベンとか、極左の話です。なるほどね。右巻きは右翼があるから忘れる気もする。まあ確かにね、ありますね、それはね。まあ、実際ね、まあ、あれですよ。でもね、左巻きの人たちはね、最近、ちょっと私覚えたんですけども、人たちはですね、うまくこうですね、手の上に乗せるわけです。でですね、こう、なんて言ったらいいのかな。こう、いろいろ言わせてみるんですね。言いたい人たちなんですよ、要は。だから、こう、なんていうのかな。最近ね、左巻きの人に全然相手にされなくなってる自分が気づいたんですよね。でもこう、すごくこう左巻きの人たちに見られてるのは分かるんです。見られてるのは分かるんで、上げ足取られてほしいんだけどなっていう時をことをこの時々ポロッとは出すんですけど、もうそもそもが相手にされてないんで大丈夫そうですね、私ね。共産主義も資本主義も、究極的な目的は同じだと思う。初見です。こんばんは。あ、こんばんは。まあね、本来の共産主義はね、多分ね、そうなんでしょうけど、残念ながら、共産主義で、その共産主義の信念を貫いている共産主義ってないですね。例えば、我が国の日本共産党の、不破さん、ね、大豪邸持ってますよね。それでみんな平等だって言っても全然説得力ないしね。それから、旧ソ連のね、共産党もね、そうだし、社会主義、社会党ね。まあ、中国の習近平はね、まあ、あれはもう人じゃないですからね。スマピーさん、こんばんは。極左は感情的で、ね、理が通じない。極右もだけど、だからね、偏ってるのは一緒ですよ。まあ、極左も極右も偏りすぎてるとやっぱダメですね。本来の共産、社会主義はいいと思うけど、現実は腐りきってる。そうそうそう、マルチ商法と一緒。上辺だけ綺麗事並べてるだけで行動は逆。そこなんですよね。だから、MLM もマルチレベルマーケティングも、理念はすごくいいんですよ。唱えてることはすごくいいんですけど、やってることは、だから、法律ギリギリなことをやってて、で、それがあたかもこうね、正当化されてるってところがあったりするんで、まあ、ちょっとどうかな、いかがなもんかなとはね、思いますけどね。明日で2回目から3週間、久しぶりにイートインしようと思います。いいですね。イートインね。ルートイン。それ違う。それビジネスホテルね。思想で人は五感ですよ。恫喝と金っすよ。まあね。どうかしてお金なのかな。なんか嫌だね、そういうのね。できれば避けたいな。ここまで待ってたんだから、まあ確かにね。ルートインもそれなりに使いますよ。トーヨコインないところってなぜかルートインあるんですよ。で、トーヨコイン空いてない時にルートインが空いてたりするんですけど、残念ながらルートインって駅前にないんです。ものすごい駅から遠いんですよね、みんなね。だから使いづらい。なんたる競合関係。まあそうですよね。アデルト先生、こんばんは。改めまして。紹介状消化中。
なんとかインチキできるのか、無理ですね。紹介状は無理ですね。先生、それは無理だ。ある意味、もう、それは量産できないですから。患者一人一人違うんで無理です。テンプレとかねえし。まあ、なくはないけどね。うん。ラ先生のご用達は東横インと、そうですね。まあ、東横イン、スーパーホテル、なんだ。あ、アパホテル、ルートインって感じですね。うん。そうです。ルートインインターからは近いんですよ。うん。警察の供述調書かよ。テンプレとか。まあね。はい。そうですね。はい。音声入力ね。はい。音声入力は、いやー、結局、ごじるんですよね。前、まあもうずっと前ですけど、車でね、走りながら音声入力で、こう入れたことがあるんですけど、全然ダメでしたね。うん。朝食かバイキング形式なのはスーパーホテルでした。そうですね。あと、だいたい、バイキング形式多いですよ。うん。ビュッフェ形式ね。一族の資産は、1000兆円と言われますし、世界三大投資家にも、ボーレン、バフェットは入ってません。うん、まあね。まあ、やっぱりね、本来の、中国はあれ共産主義って言わないと思うんだよね。あれただの独裁政権だと思うんだよね。共産でも何でもないと思うね。ただ唯一共産主義の中で、これ共産主義だなって呼べるのは、まあそのあれですよね、高知公民っていうところですよね。まあ高知公民ってわけでもないしね、あれね。はい、ヘルケットさんこんばんは。音声入力が学習させないとラジオでも聞かせよう。あ、いいですね、それね。あら、私、会社の報告書ほぼ音声入力、打つより早い。あ、いいですね。あ、それすごいですね。それだけの精度が高いんですね。もう私のダメですよ、全然音声入力。もうあれですからね。うん。イクラとか入れるとあれですからね。お魚さんの卵のイクラ出てきますからね。どうしようもないですよね。何回言ってもイクライクラって言っても、何度もイクライクラって。北朝鮮共産主義じゃないと思います。あれも独裁政権ですね、ただのね。やっぱね、共産主義とね、独裁政権が一緒になっちゃってるっていうのがちょっとかわいそうなとこですよね。そう、中国は本当単なる独裁奴隷制政権だと思いますよ。全人代は合議制だす。全人代、そうですか。合議制ですけど、一応じゃないですか、あれは。結局、まあ、ありますよ。政党は一応置いてありますけども、あれ置いてあるだけですからね。はい。ラ病院、ラ病中二病診療科、ラスカル先生。なんで我なんだ、うん。お世話になります。上記の患者、中二病において私の専門外と察します。いや、中二病って言われてもな。あ、ゆりさん、こんばんは。ありがとうございます。ねえ、そう。どんなご更新すりゃええねん。中二病とか言って。まあ、ある意味ね。私が中二病ですからね。はい。ちょっとテンプレ貼り付けてみた。まあ、習近平の派閥は弱そうですけど、ただあれ、習近平さんって、弱ってくると、むちゃくちゃなことしません？力が強いときは別にそんなむちゃくちゃなことしませんけど。そう。まあ、正直言ってね、人が悪いんですよ。あれはね。中身は実は一言でいい系だ。夜勤やると自律神経乱れて明けの時にお腹壊す。ああ、それあるな。お腹は壊しませんけどね。そう。確かにそんなこと書いたら、まあ、捕まりそうですよね。昨日夜間で12キロ歩きました。お、
夜ね、歩くの結構こたえますよね。昔やったことありますけど。いや、上海閥に負けただけだから、江沢民派閥に負けたんすよ。ああ、なるほどね。なるほどね。その辺はなかなかね、ちょっとね。あ、夜勤で12キロ。勤務中は歩くかもしれないですね。介護はね。めちゃくちゃ歩くってらしいですよね。はい、本当すごいですよね。お疲れ様です。本当ね。あとは大体、平素よりお世話になっておりますとかね。そうですね。ご更新っていうのね、あれ、思うんですけど、別に 更新じゃないんだけど。面白いですよね。医者同士の文章のやりとりってね。音気化とかね。独特ですからね、あれね、使い方ね。ね。そう。音気化は机の下に置かれたら困るから書かない。なるほどね。確かに。っていうか、午前3時まで職員同士が言い合いしてて、勘弁してくれっての。あれ、どうなんですかね。私結構そのほら、NPO やってて、日本中いろんな介護施設行ったんですよ。おそらく、わかんないですけどね、1000とかそのぐらい行ってるんじゃないですかね。で、やっぱりどっちかなんですよね。スタッフ同士に過干渉がないとこほど、ある意味うまくいってるんですよね。ただ良くも悪くも、スタッフ同士の距離が近すぎると、そういうトラブルを起こしてますよね。そうですね。確かにね。それは起きちゃいますよね。トラブルで怒鳴り合ってたりとかね。言い合いしてたらね。医者ドラマ見すぎかもしれないけど、実際の病院ではストレッチャーで走ったりはないみたいですね。ないですね。危ないですからね。ストレッチャー結構危ないですよ、あれ。凶器ですよ。何回あれぶつけてるか分かんないですよ、あれ。別に、走ってぶつけたわけじゃなくて、よくぶつかるんですよ。私、背がそんな高くないんで、ちょうどね、痛いところにぶつかるんですよ、角がね。北部軍区がどこまで掌握しているか、噂のレベルを知っておかないと、一概に中国が独裁だと言えないのかと。中国のこともね、いろいろちょっと勉強しなきゃいけないなと思う部分もあるんですけれど、ただ私結構だからどっちかというと漢民族よりも、なんて言ったらいいかな、中央アジアの友人多いんですね。で もともとだから中共にどっぷりの国って多いじゃないですか、中央アジアってね。で、そういうところの友人とか、そういうところの友人で、そういう国の政治の中枢にいる友人とかと話をしてると、やっぱえげつないですよね。結構えげつない。季節さん、こんばんは。心因性の、失声がきついです。そうですね。ああ、心因性なんですね。それはちょっとつらいっすね。出したくても出ないって感じですもんね。いや、きついな、それ。大体紹介状の返信はこれ。ご紹介ありがとうございます。診察、精査の結果、〇〇だと考えております。当館にてフォローアップいたします。そうですね。運転のうまい下手あるですね。誰でも大丈夫ですよ、目上の人なら。問題ないです。ダッシュしますよね。そうですね。要はもう、
声が出したくても出ない感じですからね、新生のね、姿勢は。まあなかなかね、まあ、分かってもらえないですよね。えげつないのはマスコミとネット情報だと思ってます。初見です、こんばんは。こんばんは。改めまして。いや、あの、何回初見です、こんばんはしてんですか。救急車到着時に看護師が分かりますか、病院着きましたよ、こんなこと言うのでしょうかね。あんまりないかな。確かに、まあ、意識の確認するときに、まあなくはないのかな。でも、いつも行ってます。病院でした、行ってないけど。それまあでもほら違うからね、成人と小児ってね、扱い方が全然違うからね。まあでも何年だってもう成人の救急やってねって。今更怖いもんだって。大抵目閉じても、対光反射確認で目開けてライトを照らします。まあ、それありますね。まあペンライトは使いますよ、普通。これ何回かなってるんで、またかって思ってます。まあね。まあでも、いきなりなることあるんですよ。あの、申請の姿勢ね。そうすると、もう本人ももうパニックみたいになっちゃうし、困っちゃうじゃないですか。どうしたらいいか分かんないし、伝えられないし。ね、結構ありますね。まあ、ペンライトは使いますよ。ペンライトの方が多いかな。声かけますけど、まあ、いろんなかけ方がありますよね。年齢にもよるし。ただ、あの、妙に、なんて言うんですか、あの、いわゆる幼児語っぽくなっちゃうときはありますよね。気をつけてますけど。年齢の大きな患者さんにもね、ちょっと時々幼児語になっちゃう時がある。それは気をつけてますね。どうしてもなっちゃう。気をつけてます。はい。結構あります。はい。まあね、でもね、まあ仕方ないって言っても、ほら、さすがに中学生とか高校生に幼児語で喋られたら、この野郎バカにしやがってって絶対思うと思うんですよね。しかもですよ、もうあれですよ、綺麗なお姉さんならいいですけど、こんなおっさんが、で、わかるとかって、ね、ほっとけこの野郎とか、絶対痛くなると思うんですよね。はい。あ、わかる。昔、妊産の時、ポータブルトイレに座ったまま亡くなった方発見して、助け呼びたくても声が出なかった。まあ、それに近いような感じですね。本当ね、出ないんですよ、声が。心因性の失勢ってね、もうなんていうの、経験した人じゃないと分かんないですね、あれね。そう、青ざめますよね。まあ本当にね、まあちょっと怖いというか、ありますね。はい。あ、その表現の仕方ね、いいですね。喉に蓋がある感じ。そうですね。私、研修の時にあるんですよね。よっぽどやっぱ嫌だったみたいで。そしてパニックになって、過呼吸になる。ああね。パニックで過呼吸はないんですけど、あれですね。一番最初に、あの、大学、医大でね、検体って言って、こう、まあ、検体解剖ってやるんですけど、まあ、その時に血を見てひっくり返ったっていうのありますけどね。まあ、あの時はちょっとお騒がせしちゃって、まあ、毎年一人いるんだよなって言って、まさかそれに自分がなるとは。はい。ストレスフルになりやすいらしい。まあね。今少し一般救急落ち着いてきてるんですか？一般救急はね、私わかんないんです。ただ、小児に関しては変わってないですけど、ただ、そうだね。ただ、おそらく患者の数変わってないんですけど、内容が変わってきたってだけで、
あんまり、前みたいに本当重症者オンリーとかじゃなくなったってだけですね。今だから、でも、だから前みたいに、次から次へっていうのがないですね。だから、退院したらそのベッドにめがけて次の患者が入ってくるとか、療養施設のホテルから移動してくるとか、そういう感じではなくなりましたね。だから以前はもう入院待ちみたいな感じになってました。以前というか、1週間ぐらい前はね。学生時代、人体の不思議展に行って、本物脳みそ触っても平気だった。今は無理。ちょっと無理ですね。突発性難聴も心因性だと治療難しいと聞きます。そうですね。突発性の難聴もね。専用病棟はね、確かにね、重症者オンリーですよね。もう、3時は、でもね、うちの隣は3時なんだよね。ただ小児だけの病院って3時も何もないんで、だそうするとやっぱり感染症で取るしかないんですよね。ただ数が多くないんで、今耐え忍んでますけど、小児の重症者ってね、重症っていうか、一応だから中症程度って言うんだけど、小児のね、数が多くないからまだその耐えてるけど、あれもうあと変な話ですけど、もうちょっと増えたらもうアウトですよ。小児の中傷程度で。それこそだから、ガイドラインっていうか、ローカルルールですけど、だから15歳以上コロナ病棟 OK になったけど、そもそも、成人側が空いてないんで、変わんないんだよね、別に。ローカルルール変えられても。私が枠をやると、自称障害年金不正受給のノウハウを教えようかという人が現れます。どうしたら言うのですか？適当に構っときましょうって感じですね。産地受け入れできるように説明した、救急隊員の腕次第なのですかね。でも空いてないものは取れないからね。これはね、事実ですよ。だから自宅待機とホテル待機って言うほどそんな変わんないんですよ。ただでもホテルの方が危ないかな。自宅だとまだね、お家の方の目もある。でもどっちも変わんないかな。正直言って、分類 H ね。そうですね。突発性難聴は1週間以内じゃないと回復率がぐんと下がりそうですね。さすがよくご存知。コロナとコロナでない救急だと後者の方が決まりやすいのですね、今は。そもそも病、受ける受けないっていうのはね、やっぱ病院サイドで決めるからね、ホットラインが鳴ってね。そう、ホテルもそうです、そうです。そう、大体分類 H ですね。そう、H ってその H じゃないからね。私、面白いですか？多分ね、結構ね、リアルに顔が面白いですからね。結構面白い顔してますよ、私ね。最近は何件断られたら受け入れるという、確約しないとホットライン蓄電してる。そうですね。確かに、貴電ね。鬼電してくる。そうですよね。れ、今どうなってるんですか？救急外来って、ホットライン。すいません。今日はですね、ちょっと BGM がない理由がありましてですね。ツイキャス側だけですね、単独配信をしております。で、ショールームとですね、それからニコ生の方はですね、それからオープンレックですね、OBS の方で出してます。
そうね、歩く何でしたっけ？あ、歩く生食費ですね。今日は BGM なしで、あ、そうですね、はい。歩く風評被害。歩く風評被害。なるほどね。確かにね。そうなんです。今日はね、ちょっとすいません、配信環境がですね、まあ、整わないんで、まあ、ちょっとね、明日でもね、まあ、5G の電波でもしかしたら配信すれば大丈夫なのかなって思うんですけどね、なんとなくこの通信回線の問題のような気がするんですよね。PC の問題じゃないような気がするんです。どうしてもこういうところあれじゃないですか、まあ、私の自宅と違って単独じゃないんで、共用になるじゃないですか、無線なんじゃねえと、LAN がね。だそうすると、どうしてもこう帯域が少なくなっちゃうのかなと思いますね。歩く暴言拡声器と言われたのは私です。そうなんですか？そう、ホテルは意外とそう、弱いですよね。結果的にね、まあ、そのだから、まあ、共同でみんなで使うとですね、まあ、ありますよ。歩く生殖器、俺も言われてた。ああ、なるほどね。やっぱみんな男は歩く生殖器ですからね。まあもう、歩いてなんぼって感じですから。何言ってんだかよくわかんないですけどね。まあ、ある意味、みんな歩く生殖器なんですよ。だってみんな足ついてますからね。歩かない人もいますけど、中には。歩く気と、ああ、なるほどね。いろんなこと言う人いますね、ほんとね。まあいいんですけど、別にね。でも、それ言われたときは大爆笑しましたけれども、でもよく考えたら、みんなそうだなってなりますよね。そうそう、当たり前って言ったら当たり前なんですけどね。ただまあ、世の中ね、まあ、歩けない方もいらっしゃいますから、まあ、一概にね、全員とは言えないですけれどね。まあ、ただ、まあ、歩く生殖器がそんなにこうね、恥じらしい言葉なのかって言われると、まあ、そうでもないかなってなりますね。外についているか骨盤で守られているかの違い、確かにね。職場で TG や同僚に対して暴言連発したので、ああ、なるほどね。ラッシュはバルカンついてますもんね。バルカン砲？ああ、バルカン砲。バルカン砲っていうか、まあ、あれですね。パルスレーザー砲みたいな感じですか。ね、細くて数打っとけみたいなね。前者は男性、後者は女性。なるほど。そうかそうか、外についているか骨盤で守られているか、まあそうですね、確かにね。まあすごくどうでもいいんですけどね。 まあバルカンというかね、まあそこまでじゃないですけどね。もう待ち針がすっかり定着しましたからね、七瀬先生に預けていただいて以来ですね。歩く待ち針、ほっといてくれって感じですけどね。ということで。まあ今日はですね、まあ50分から開始だったんで、あと5分ぐらいで、終了になりますね。ずっと見ないですもんね。消されたのでしょうか。いや、ずっと見ないですけどもね、消されたのでしょうか。いや、なことはないんじゃないですかね。あれですよ。多分お元気ですよ、七瀬先生は。あれですか？透析用のやつ。ちっちゃ。フォロワーさん一人多分運営に消されてる。まあ、そうなんですね。あら、本当？あららららら。そうなんですね。ほう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 。ああ、そういうのってあるんですかね、やっぱりね。まあ、あんまりね、あ、DM するぐらいの人だったのに。ああ、なるほど。だった？わからん。あんまりね、そのね、なんていうのかな。なんだっけな。自殺をほのめかすようなね、ツイートとかね、あと、そういうのやってるとですね、やっぱあるらしいですけどね。あと、こう、非常に攻撃的なね、とかね。まあ、そのほら、ゲとかあるじゃないですか、攻撃的って言っても、こう、だからもう、ね、言葉の暴力にもちょっと限度があるんでね。
反ワクチンプロパガンダは OK なのです。なんかね、あれもちょっとどうかと思うんだけどね。あ、ですかですか。いや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 、反ワクチンも結構やられてるじゃないですか、としえちゃんとか。もうあの人も引っ込みつかないんでしょうね。あ、反ワクチンね、通報する項目ないんですけど、あれと一緒ですね。何でしたっけ、なんかありますよ、危害を及ぼすなんかそのみたいな、迷惑とか、スパムとかなんかそっち系だった気がしますね。で通報すると、結局ね、あ、そうそう、テロをね支援する行為ですよ、本当に反ワクチンって。ちょっとねやっぱねその辺がねこう分かってなくてですね。そう、反ワクはねスパムみたいなもんですよ。だから私反ワクとかこうスパムで通報してましたね。はい、そうね。まあ実際にね、なんていうのかな、ね、私がすごいこうね、URL 付きはスパムですね。まあ確かにね。DM とかでね。まあスパムよりひどいのが反ワク。まあ確かにそうですよね。言ってますけどね。はい。ということでですね。まああと2分ぐらいでね。テロを支援したのは郵政。まあある意味ね。ということでね、はい、まあ、今日はちょっとですね配信がとっても不安定だったんですけれどね、あと残り1分ぐらいに予定時間になりますんでね、ぼちぼち、終了したいとは思います。はい、ということでですねはい、本日もですね、ドクターラスカル2330ライブ配信をご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと配信の不具合がありましたんで、YouTube はですね、本日は、再送だけで、再送というか、アーカイブだけ、ちょっと編集をかけてあげます。で、オープンレックの方はですね、また、とんでもない時間に再送しておきますんで、よろしくお願いします。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。YouTube でお聞きの方は、チャンネル登録をお願いいたします。その他のチャンネルはですね、フォローをお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。お休みの方はゆっくりお休みください。夜勤などの方はですね、朝まで長いですけど安全第一で頑張りましょうということで、ではおやすみなさーい。